Hi, I'm Nick Rowe. こんにちは、私はキャタピラー社プリベンティブメンテナンス部のニック・ランメルです。今日は促進管から冷却装置のオイル資料を採取します。リップスティックを抜くときはいつもまずこの促進管をきれいに拭いてゴミなどが入らないようにし、リップスティックも拭きます。今オイルレベルをチェックしているわけではないですし、エンジン内に汚染物が入らないようにするためです。次に左右キットを開け、左右ボトルを取り出します。蓋は少し緩めますが取り外しません。オイルサンプルガンのシール部分とチューブの先端もきれいにします。そしてこのチューブをオイルサンプルガンの上部から約2センチ下まで挿入し、ボトルを取り付けます。チューブの先端がサンプルガンの上部より下に来るよう挿入することで、次のサンプルを採取するときの二次汚染を防ぎます。次にこのサンプルチューブを促進管に挿入し、ポンプでサンプルを吸い上げます。エンジンはすでに温まっているはずです。オイルの流れ方はやや固めですが、それはオイルの粘度にもよります。サンプルを採取したらチューブを少し引き出し、さらに数回ポンプをしてチューブを空にします。そしてオイルサンプルガンからボトルを取り外し、蓋を閉めます。その後このチューブを取り出しますが、この時も必ず周囲をきれいにして、リップスティックを元に戻します。詳しくは最寄りのキャタピラーディーラーまでお問い合わせください。